ロベルト・コレンは、ユーゴスラビア・リュブリアナ出身の元同国代表サッカー、選手である。現役時代のポジションは MF。母国の NK トラボグラーと NK チェリエを経て、2004年にノルウェーのリールストローム SK に移籍すると、ノルウェーリーグの中で最も優秀な外国人選手の一人に数えられた。リールストロームでは、守備的なプレーメーカーとしてプレーし、 スロベニアの英雄ズラトコーザホビッチと比較されることもあった。その活躍からイングランドのリーズユナイテッド FC やマンチェスターシティ FC が彼に興味を示した。WBA2007 年1月4日1年半の契約でイングランドフロリダチャンピオンシップのウエストブロムビッチアルビオン FC に移籍した。 移籍から2日後、FA カップ3回戦のリーズユナイテッド FC 戦でデビューした。リーグ最終節の5月6日、ホームでバンディ FC に7から0で大勝した試合で初得点を決め、その勝利でクラブは昇格プレイオフ進出圏内を維持した。プレイオフでは、ウルバーハンプトンワンダラーズ FC との準決勝には勝利したが、ウェンブリースタジアムで ダービーカウンティ FC と対戦した決勝では0から1で負け、昇格はならなかった。2007年7月、練習中にボールが目に当たるアクシデントがあり、内部出血を起こして一時的に視界が効かなくなった。その後回復したが、後に彼は視界への不安があることを認めた。その怪我の影響で2007から08シーズンの開幕から数試合を欠場したが、8月下旬の フットボールリーグカップ、ピーターバラユナイテッド FC 戦で途中出場して、怪我から復帰した。9月中旬、クラブとの契約を2年間延長した。2009年まで WBA を率いた、トニー・モーブレイはこれを、プロの勘と表現した。10月、サウサンプトン FC 戦で2ゴールを決めて3から2での、勝利に貢献し、その節のリーグベスト11に選ばれた。 プレミアリーグでの初得点は2009年1月17日のミドルズブラ FC 戦で、その試合のマンオブザマッチに選ばれた。FA カップバーンディー FC 戦での得点は、ITV のゴールオブザラウンドに選ばれた。2008から09シーズン、ゴールキーパーのスコット・カーソンを除けば、チームで最も多くの試合に出場した。ハルシティ2010年8月、チャンピオンシップへ降格した。 ハルシティ AFC へ2年契約で移籍。メルボルンシティ2014年8月3日、メルボルンシティ FC に移籍した。U-21 スロベニア代表では12試合に出場し、2003年からスロベニア A 代表に選出されている。2010FIFA フフワールドカップ欧州予選では、監督のマティア・ジュケクから首相を任された。ロシアと対戦したプレーオフ第1戦では、 彼のミドルシュートを相手 GK が引いたところにネーツ・ペチュニクが詰めて貴重なアウェーゴールを手に入れた。2010年6月1日本大会に出場するメンバー23人に選出された。2010フィ f ファワールドカップ本戦では初戦のアルジェリア戦で79分にミドルシュートで決勝ゴールを挙げマン・オブ・ザ・マッチに選ばれるなどスロベニアのワールドカップ初勝利に貢献した。 ありがとうございます。